押しや組弓が始まった。総大将に一礼した後、矢合わせ、すなわち差し矢を射る。差し矢が終わると腰矢に入る。戦場において槍隊とともに敵陣深く前進する弓隊の集団戦闘の形式である。弓隊を前後2段に分け、前弓が矢を射る間に後弓が海老名から矢を取りつがえる。次に後弓は矢を射終わった前弓の前に進み出ている。この前弓後弓が交互に同じ動作を繰り返しつつ槍隊を率いて北押しに前進していくのである。敵陣近くなると弓隊は敵の矢を避けるため伏せの姿勢をとり、素早く矢をつがえて起き上がっている。伏せもまた前弓と後弓が交互に繰り返しながら前進していく。この時、各段の右端、左端に位置する武者は、自分の隊を守るため、前後左右を警戒しつつ、素早く矢を放つ。緊密な連携のもと北押しに前進し、ついには敵の眼前に迫り、攻撃を槍隊と交代する。総大将に一礼して腰矢は終わる。それではモデル的に個々の動作を見てみよう。筑梅の姿勢で矢を射た後、
前弓と後弓が交互に前進していく。つくばいの姿勢で矢を射る動作。矢は三手でエビラから抜く。矢つがえは矢はずを持って鶴につがえる。刺し矢と違ってつくばいでは腰を切っている。この時弓返りはさせない。えいで放ち、矢で右手はエビラに行く。同時に左手は胸に買い込む。次に前進して伏せに移る動作を見てみよう。えいで矢を放ち、矢で素早く伏せる。弓は買い込み、右手はエビラへ行く。矢つがえは矢尻が土に刺さらぬように注意する。各段の右端、左端にいる武者の前後左右の動作を見てみよう。前進して前後左右に移る。左端の武者は90度、90度、180度と回る。えいで放ち、やで回る。右端の武者は180度、90度、90度と回り、再び自分の段と共に前進し、適宜この動作をする。